動画のご視聴ありがとうございます。旅すべきもの男子バオシンです。この旅動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。長いようで短かった鳥取里帰り編、この旅行動画で最後です。この最後の旅行では智頭急行が誇る特急列車スーパーファクトに乗って一路京都へ向かいまして、その後京都で東海道新幹線に乗って東京へ戻る、その旅路を皆さんにお見せしたいと思っています。現在地は僕のふるさと鳥取県倉吉の倉吉駅です。それでは名残惜しくもありますが、倉吉駅のスーパーファクトが到着するホームへ向かいたいと思います。ということで、倉吉駅に特急スーパーファクト号が現れました。この特急スーパーファクトで京都へ向かいます。それでもう一つの僕の YouTube チャンネルのスーパーファクトの全面展望動画を配信させていただく予定です。智頭急行様には事前にご了承をいただいての撮影になります。本当に貴重な機会です。ぜひ僕のもう一つの YouTube チャンネル、バオシンフロントビューの方をですねチェックしてみてください。倉吉駅を出発してからおよそ3時間と35分、18切符だけで京都まで来たこともありますが、全然比べ物にならないぐらい快適でした。さて、思いがけないことで京都へ来たので、しかも帰り道には新幹線を使います。おそらくですけれども夕方の6時まではなんとか時間を有効に使います。オープニングで申し上げた通り、ちょっとした京都プチ観光をしていきたいと思います。隣にスーパーハクトが会場電車なんですけど、これから車庫に戻るそうです。では京都プチ観光第1弾の目的地、王子行ってみたいと思います。王子は近鉄線じゃないといけないということで、近鉄線の乗り場に今から向かいます。近鉄線はどこから乗ったらいいんでしょうね。予定ではバスの1日乗車券を使おうかなと考えたんですけども、ルートそんなに派手に移動しないんで、近鉄電車とそれから地下鉄使って東寺と八坂神社に行ってみようかなと思います。さて、近鉄の乗り場、ありました。近鉄の乗り場右の方にありました。東寺行きの切符購入しました。東寺までは奈良行きの急行電車があるそうで、京都からはたった1駅なんです。そして切符代たったの160円、高いかもしれないし安いかもしれない、判断は微妙に分かれるところですが、こんな感じですね。京都の次はもう東寺で、乗り場は間違えてなかったみたいで一安心で、まだ電車は来ていないですね。近鉄線の電車に乗り込みました。何気に初めてです、この電車乗るの。
けるか。王子駅に着きました。近鉄の京都駅を出発してから1分かかってないんじゃないでしょうか。ほんとあっという間に着いちゃいました。この駅から東寺までは 200m で、向こう側に東寺を代表するあの五重塔見えちゃってるんですよ。早速京都プチ観光一発目エリア。ほんとあっという間に着いちゃったな。東寺駅の改札を抜けました。西へ 200m って書いてありますんで向かいます。五重塔見れるかな。京都は五番の迷路に街が区画整理されてますから、おかしな歩き方をしなければすぐ着くと思うんですね。この方角で間違いないはずなんですけど、見えちゃいました。到着です。当時、五重塔が歩いて多分4分ぐらいのところで信号変わったんで行きましょう。また、いつもの方向音痴爆発したかなと思ったんですが、大丈夫でした。ちゃんとありました。確か当時は配管料が無料だったはずなので、一部を除けば、ゆっくり回りたいと思います。もう境内近いんですけども、見てください、これ。素晴らしい自然の景観。そしてね、あちらに多分ハギかな、鳥がいるんですよ、2羽ほど。いやー、来た、来ましたね。真言宗総本山当時やってきました。こっちに関門があります。中学生の修学旅行以来だ。重要文化財の南大門っていう場所です。早速当時の境内に入ってみたいと思います。ちゃんとここに当時って大きな提灯が吊るしてあるんですよ。中は何もないみたいなんですけど、いやでも多分ガス灯とか伝統ある仏教寺院の中にこういうモダンなものがあると雰囲気変わりますよね。さあ、ちょっと中入ってみましょう。ほんとここ広い。それから南大門の裏がこんな感じになってます。もう一箇所も同じですね。消火用のバケツが両側にあります。いやー、それにしてもすごいなあれ。境内に入ってみたらこれですよ。びっくりです。本当ちゃんと見たのは今回が初めてですね。すごいなぁ。八島社殿って書いてありますけど、この向こう側に東寺のシンボルや五重塔が立ってるんですよね。これが本殿でいいんでしょうかね。本殿もなんか立派でいいですね。いよいよ立って、本当申し訳ないんですけど、あんまりこなれていないのでどう回ったらいいものかよくわからないんですけど、あそこに多分開祖のお坊さん、当時を開いたお坊さんの銅像っぽいですけど、多分違うと思いますけどね。で、ここが八幡社殿。完全な朱色じゃなくてオレンジかかったこう感じが独特ですよね。正式な名前金堂って言うみたいですけど、でもカメラを持っては入れないみたいなので、今回眺めるだけということで、他にもいっぱい見て回りたいところありますから。五重塔だって結局遠目から眺めてるだけですし、もうちょっとゆっくり回りましょう。ここが講堂というんだそうです。字は読めないんですけど、なんとか観音って書いてあるのを見つけました。そこに観音様見えますでしょうか。で、向こう側にあるのが宝物館です。宝物館確か有料だったように思います。今日はなるべくお金をかけない方向で京都観光をしたいので先に進みます。この建物が四国88箇所霊場があった
た時の農協所というでしょうか、要するに写経した経文をここに収めるという場所みたいですね。それでまあこのお土産屋さんみたいな建物の周りを少し歩いていたら、この拝観券に関する立て札を見つけました。詳細はこの立て札に書いてある料金表をご覧ください。ざっくり申し上げますと、金堂と講堂に行くだけであれば拝観料は大人1枚500円だそうです。ちなみになんで後入れのナレーションにしたかというと著作権対策です。どうかお察しください。そして先ほどお土産屋さんだと説明した場所に拝観受付がありました。ちなみにここが拝観受付だったそうです。まあでも遠目からですけど、こうして五重の塔を眺めることができたんでよしとします。で最後にですね、この石畳を歩いて向こう側に蓮の花が見えるので、それを見て近鉄線の東寺駅に戻りたいと思います。もう見えてきましたね。見てください、池にもいっぱい蓮の花、向こう側にはまだ紫陽花の花が残ってました。そういえば松江でも堀川遊覧船乗った時に紫陽花がまだ綺麗に残っているとこありましたね。当時で素晴らしい京都の仏教寺院散策を終えて、再び近鉄線の東寺駅に戻ってきたわけなんですが、ここでまたやらかしてしまいました。カメラのマイクの電源をすっかり入れ忘れてました。でまあこれから京都駅に戻るので、まずは改札を抜けまして次の目的地八坂神社に向かおうかとエレベーターに乗ったわけです。本当にタイミングが良くて、ホームに到着したと同時に次の京都駅の電車が来てくれました。早速乗車して京都駅に向かって出発です。行きがけと同じく3分とかからずに京都駅に戻ることができると思います。近鉄の京都駅に戻ってきました。これから観光案内所の方に聞いて、バスの方がいいのか地下鉄の方がいいのか確認して八坂神社に向かいます。さすがというか京都駅本当になった、めちゃめちゃごった返してますよ。あ、見えてきました、観光案内所で。ちょっと聞いてみましょう。どこで買うのかなと思ったら、ここで買えるみたいです。バスの1日券、お値段700円、地下鉄バスセットで1200円です。ただこの券売機で使えるのは現金だけだですね。これから向かう八坂神社ですが、バスと地下鉄だったら圧倒的にバスの方が利便性が高いというので、早速京都市交通局のバスに乗りたいと思います。確か乗り場が D2 ということでした。D2 乗り場どこかな、あそこが B ですね。 D2 乗りは見つけました。ここですね。でももう来ちゃってるなので次のバスにします。市バスのオフィスが来たんで、ここで会えるかな。1枚ずつ聞いてみます。京都駅烏丸口の市バスの切符売り場で230円のバスの乗車券買いました。普通に買えますね。あとここにもバスの1日券券売機ありました。結構便利だなこれ。じゃあ祇園方面のバスに乗ります。通前の停留所であればあっという間に行きますね。これが市バスの乗車券です。かなり薄い紙なので連絡するように気をつけます。
というわけで東山平町の市バスに乗って祇園まで行きました。人が多いので映ってないんですけど、バス停のすぐ隣に吉本祇園花月があって、すごいとこなんだと思って、自力で来たのが今回初めてだったんでびっくりした。さすが祇園、おしゃれなお店がいっぱい見えてきましたよ。もう見えちゃった、あれだ、あれが八坂神社。はあ、はあ、はあ、簡単に見つけちゃいました八坂神社。早速参拝してみましょう。今日は本当サクサク行けてるな。そっか、祇園祭り本祭も始まってるんだ。4月1日から31日まで。見てください、八坂神社来ました。八坂神社来た。凱旋カーの音声が少々大きいので、ナレーションにて補足説明をさせていただきます。で、階段を上がっていきますと、何やら勇壮な平安時代の貴族か武士なのかよくわからないんですけれども、楼門を守るような形で門の左右にそれぞれいまして、一回戻ってみますと、狛犬がいたんですが、狛犬もちょっと独特かな？中入ってみましたけど、裏側から見るとこうなるんだ。あんまりジロジロ映しちゃいけないと思うんですけど、牛串の屋台がありました。この後おしゃれカフェ行くんで、今回は見てるだけ。こっちが本殿みたいです。へえ、すごいな。ちょっとお見せすることはできないんですが、いろんな屋台が並んでる。八坂神社ってこんなに雰囲気のいいところだったんだ。すごいなこれ。こんな雰囲気のいい場所だと思わなかった。想像ができていたわけじゃないけど。大黒様。大黒様と白ウサギ。あ、これも鳥取県出身の僕としては絶対押さえておくべきでしょう。稲葉の白ウサギといったら白兎海岸。あそこで意地の悪いウサギはサメを騙して皮を剥がれて丸裸って同様にもなってます。いやー、こんな素敵なお社があるなんて思ってなかった。来てよかった。何ですかこれ。なんか能舞台みたいな感じの場所ありますけど、よくわかりません。ご存知の方、コメント欄で優しく教えてください。僕も勉強になりますので。ここが八坂神社の本殿みたいですね。祀られているのが山中あって、櫛灘姫と草の王の御子と、八柱の御子神。櫛灘と草の王ってことは、やっぱり出雲と関係があるのかな。ヤマタノオロチって結局出雲地方ですもんね。じゃあ今回この10円をお賽銭にしたいな。絶対ダメですよね今の。終わりました。そしたら八坂神社も一通り回ったので境内降りて、最後に鳥取里帰り編のプロローグでも話しましたけど、京都っておしゃれカフェいっぱいあるんですよね。この中で僕のハートに刺さりまくったあるカフェ、今から行ってみます。はしゃぎすぎてここに長寿屋があるの忘れてました、ごめんなさい。移動します、とっとと移動します。祇園界はやっぱり舞妓さんで有名だから、着物で歩いてる人もいっぱいいるな。ここがもしかして、そっか、祇園のメインストリートっていうことなんですかね。市道での撮影は禁止だから、あんまりおっぴらには映せないんですけど。これが祇園のメインストリートなんでしょうかね。ちょっと見つけちゃいました。あんまり長々と撮影やってるとあれなんで。さすが祇園ですね。舞妓さんが、舞妓さんとすれ違いましたよ。だってバス停が見つからないんですよ。これにしてもこっちの方法でいいのかな。バス停を探して歩いていたら、目阿弥地蔵というお地蔵様を見つけました。詳しいことはよくわかりませんが、お寺の名前は中元寺となっていました。奥の方に本堂が見えて、アーケード街の中にある寺院ということで、そんなに大きなお寺には見えませんでした。信号が今青なんで渡っちゃいましょう。暑い暑い暑い。
なかなかね、見つかんない。なんかものすごく派手な建物見つけちゃいました。なんだろう、ここ。なんか松竹の関連の劇場みたいで、東京の銀座にある歌舞伎座みたいなもんでしょうか。で、目の前に地上大橋見えてきました。多分この先にバス停あります。行ってみましょうか。渡れるかな。渡れそうだ。一応ありますよ、横断歩道見つけました。行ってみましょう。今四条大橋渡ってるんですけど、まずいな、これ雨が降ってきました。バスの停留所はこの先にあるんですけど、大丈夫かな。これ鴨川でいいんですよね。初めて見たな。多分向こう側に義経と弁慶の伝説が残ってる五条大橋あるんですよね。祇園からかなり歩きましたけど、ここで大丈夫そうです。四条河原町の停留所、人がいっぱいいるんで見せられないんですけども、5番系統なんでもうすぐバスが来ます。並んで待ちましょう。5番系統のバスもう来ますね。ちょっと暑くなってきました。それと雨が本格的になってきた。ほら、まずいな。というわけで河原町五条のバス停を降りまして、この京都プチ観光の最後の目的地であるおしゃれカフェに向かってます。鳥取里帰り編のエピソード0でお話ししたゴールデンウッズ京都さんはこの方角にあると聞いたんで、多分ここで間違いないと思うんですが、というか雨がすごいです。このまましばらくの間雨降らないでほしいんですけど、こんな感じのおしゃれカフェがいっぱいあるんですよね。あとはこの雨が強くなる前に目的地にたどり着けるかどうか心配だな。マップを見ながら移動しているんですが、ゴールデンウッズ京都さん今混み合ってるっぽいんで、テイクアウトでコーヒーを一杯買ってそのまま京都駅に戻ろうと思います。これ以上長居をしても多分良くはならないので。それから今日実際に京都市内を自分一人で歩いてみた結果、やっぱり京都を散策するのにバスを活用した方が良さそうだっていうことを学びました。今回足を運んだところは全て市バスを使うと通いやすいので、よかったらバスを使って京都市内観光やってみてください。というか雨が降ってきた。やばい、やばい、雨が降ってきました。やばいです。ついに本格的な雨になってしまいましたよ。一歩も動けない。これ、いやー、これは困ったな。雨が止んだので移動をしてみました。ちょっと強行突破っぽい移動の仕方なんですけれども、でさっき道を間違えていたので、あそこですね、あの通りを右に入ったところにゴールデンウッズ京都さんがあります。あるはずなんですけど、あるかな。そっちだよな。見つけました。ここです。このお店がゴールデンウッズ京都さんです。白い壁がすごく特徴的。隣には公園があるので、この公園を目印にするといいかもしれません。やっと来ることができました。ごめんください。今、テイクアウトを出して作っています。ゴールデンウッズ京都さんでこちらのアメリカーノのアイスいただきました。お値段は400円。レシートにちゃんとテイクアウトだとこうやってストローがつくでしょ。吹きこぼれ防止用にこういうカップもついて、心遣いが嬉しい限り、早速いただいてみましょう。あー、おいしい。いいな、これコーヒーの、ね、優しい苦味が口の中に広がっていく感じです。これ普通のインスタントコーヒーなんか全然比較にならないな。うん、美味しいです。これ混雑してるって聞いたんでどうかなと思ったんですけど、割とすんなり入れたんでよかった。足運んで正解でした。急な雨で一時はどうなるかと思いましたけど、なんとか京都駅まで戻ってきました。おそらくこれ以上歩き回っても何もできないと思いますので、3つ目的果たしました。当時に、それから八坂神社にも行きました。そして最後にゴールデンウッズ京都さんでコーヒーをいただきました。とりあえずやりたいことは全部やりきったので、そろそろ新幹線に乗って東京へ向かいたいと思います。意外と本数多いです。
おそらく2時間後には東京に到着できると思います。あっという間ですね。新幹線の乗り場に来ました。あの改札の向こうで乗れるみたいです。ちょっとしたハプニングがありましたけど、まあ、なんとか新幹線の改札を抜けて、のぞみだと多分停車駅が少ないので、のぞみで東京まで帰ろうと思います。のぞみに乗った場合、名古屋、品川、そして東京という順番になってます。新幹線が出発しましたね。700系ののぞみが今出発したところです。自由席が後ろ側の1号車から3号車なので、こちらへ向かってます。出ないと怒られちゃいますからね。京都駅を出発しました。名古屋を出発してだいぶ経つんですが、残りの停車駅本当に少ないです。残すところ新横浜、品川、東京、この3駅のみで、で、できれば日暮里で降りたいので、このことを乗務員の方に聞いたところ、東京駅の乗り換えの専用改札でそのことを伝えれば日暮里まで行けるらしいので、その方法で日暮里に向かってみます。この旅のゴールは日暮里駅です。今決めました。東京駅に到着しました。今までだと本当に1日がかりの行程を踏んでいたんですけれども、新幹線のおかげで今回はたった2時間11分で京都から東京まで快適な旅をさせていただきました。本当に新幹線の偉大さを気づくことができたと思います。そうしましたら、今度は新幹線の乗り換え口から在来線のホームに向かいたいと思います。本当にあっという間でした。あっという間に京都から東京へたった2時間、ものすごく速くて快適だった。これが新幹線のパワーかっていう感動がありますね。今新幹線の乗り換え改札を抜けたところで、次は上野東京ラインで上野まで行きまして、その後各駅停車山手かもしくは京浜東北で日暮里まで向かいたいと思います。宇都宮線すぐ来ましたね。これに乗れば上野です。日暮里駅に到着しました。この旅もそろそろフィナーレです。はい、というわけで今朝8時12分にスーパーハクトに乗りまして、一旦京都駅で降りて京都プチ観光をさせていただき、そして最後に新幹線と在来線を経由して東京に帰ってくることができました。ちなみに日暮里駅のことをご存じない方のために簡単に説明します。日暮里駅には主に4つの路線が入線しておりまして、京成線、常磐線、京浜東北線、山手線が入線しております。そして近くには夕焼けだんだんという猫が象徴になっている、そんな観光地の最寄りの駅となっているのがこの日暮里駅なんです。思えばこの旅行シリーズは鳥取里帰り編と題したわけなんですけれども、松江にも行きましたし、鳥取県の東部足を運びます。
ました。それから帰り道に京都にも立ち寄りました。いつも以上に内容の濃い旅行になった気がします。僕自身が足で稼いだこれまでの旅行に関する情報がこれからご旅行に行かれる皆さんの何かのお役に立てれば嬉しく思います。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録をお願いします。また新しい旅行シリーズで楽しんでいただけるように頑張りますので今後もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。